霊夢さん、人間世界のルールって一体何なのでしょうか？小生さん、動画の冒頭でいきなり質問されても、なかなか答えられないですか？その通り。それでは今日は衝撃的な MS についてお話ししていきたいと思うのですが。衝撃的な MS はガンダムでもいくつかあるよね。はい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速、衝撃的な MS についてお話ししていきたいと思うのですが。衝撃的な MS、その機体とは？それは、フォースインパルスガンダムでございますよ。フォースインパルスガンダムは、インパルスガンダムを改良した機体だね。とても性能の良い機体で、この機体つながりでこのようなことがございます。インパルスガンダムの時は、シンガインパルスの性能を十分に引き出せた。しかし、シンガデスティニーガンダムに乗り換えた後、ルナマリアがインパルスに登場した時は、シンほど扱いきれていなく、シンもデスティニーを扱いきれていなかった。かといって、全部のゼシルエット、デスティニーシルエットでは機体の精密かつ繊細なフレームでは機体への負荷が高く、一度の出撃で2から3回のルートリオンビーム充電が必要になり、最悪負荷に耐えきれずに空中分解の危険がある。それがきっかけとなり、デスティニーガンダム開発のきっかけになった。なるほど、私はデスティニーシルエットを装備したインパルスガンダムの方が個人的に好きだし、かっこいいと思う。とにかく、フォースシルエットがすごいよね。大型のスラスターと6枚の翼があるのですが、これのおかげでですね、宇宙空間や大気圏内を問わず高い飛行能力を発揮できるのですよ。飛行能力が高いのはメリットだよね。ところで、フォースインパルスガンダムの主な武装ってなんだろう？武装はフォースシルエットを装着した状態で、ビームライフルとビームサーベルが主な武装ですね。もともと、インパルスガンダムは、コアスプレンダー、ジェストフライヤー、レッグフライヤーと、パーツに分かれていて、最後のパーツで、戦闘スタイルを変えることができるのですが、ブラストシルエット、砲戦用の重装備、ソードシルエット、大きな体感と、エクスカリバーを装備する接近戦用、つけるパーツによって、戦い方を変えれる便利な機体ってことだよね。そういえば、シードデスティニーで、フォースインパルスがソードでフリーダムを刺した後、爆発したよね。フリーダムは核エネルギーのはずだけれど、どうしてキラヤシンや周りにいた人たちは被爆していないのかな。あと、シード時代にメビウスの核ミサイル部隊が撃ち落とされまくっていたけれど。そうなると、戦場になった空間は放射線物質で汚染されているの？こちらの質問に関してですが、パイロットスーツを着て金属装甲の中にいれば、放射能はほとんどカットされるのですね。自衛隊が瓦礫撤去に戦車を持ち込んだのも、鋼鉄装甲による放射能遮断のためです。フリーダムの爆発については、そもそもコズミックイラの世界はニュートロンジェマーが散布されており、核分裂は停止してしまいます。そのために核兵器は使用できないので、戦艦などはレーザー核融合炉であり、ニュートロンジェマーの影響は受けないのですが、そのためですね、フリーダムなど核エンジン搭載機はニュートロンジェマーキャンセラーを搭載しているのです。このニュートロンジェマーキャンセラーは一定範囲内のニュートロンジェマーの効果を打ち消すものであり、そのため核分裂炉が使用できるのです。キラはインパルスに刺される前に手動でイマージェンシーシステムを起動しておりまして、この瞬間ニュートロンジェマーキャンセラーは停止するのです。これは核分裂の停止ではなくて、口そのものをキャンセルします。これにより UC のような核爆発は起こらない。フリーダムはバラエーナなどバッテリー機では運用できない消費エネルギーが非常に高い武装を搭載しています。それに伴って、コンデンサ類も当然存在しています。この時の爆発は、こういったパージされたコンデンサや武装類だと考えられます。そもそも、宇宙空間で使用されるインパルスやミネルバナイノシンやアスランは、たとえ核爆発が起きても、重大な放射能汚染は考えにくいのですが、
宇宙空間で核ミサイル。宇宙空間はもともと高エネルギーの放射線宇宙線が飛び交っています。ですので特別問題にはならないでしょうね。なるほどね。ところで、フォースインパルスガンダムってどのくらい強いの？そうですね。宇宙空間や大気圏内を問わず高い飛行能力を保てますから、空戦能力であのフリーダムに匹敵する性能を誇っているのですよ。あのフリーダムに匹敵するのはすごい。そういえば、フリーダムとの戦いで、シンガヤッターの攻撃って。ジェストフライヤー突撃ですね。対フリーダム戦でシンガ行った破損したジェストフライヤーをとっさに武器にして乾燥する隙を作った攻撃なのですよ。あれはフォースインパルスの特性を最大限に利用して分離したフォースシルエット付きジェストフライヤーを質量弾として。しかしながら量産を前提にした機体ではないためにコストが高いのか、対フリーダム戦以外では芯も引き継いだるナマリアも使用していないので、コストが高くつく部位のようにはいかなかったのね。ここからはフォースインパルスガンダムのベースとなるインパルスガンダムについて見ていこうと思います。インパルスって衝撃って意味なんだよね。その名前の通り衝撃的な機体なのですが、この機体にはですね、様々な新技術が採用されておりまして、やっぱりシルエットシステムかな。ですね、様々な戦局に対応するため前の対戦で連合が考案したストライカーパックシステムを参考にしつつ、それを発展させたシルエットシステムと呼ばれるバックパック交換による武装乾燥機構を導入したのです。元本武装ってどんな感じ？基本状態である程度の装備がありますから、シルエットがなくても戦えるのが特徴となっているのですよ。ただですね、シルエット未装備では装備が少なすぎるのですね。大抵の場合はいずれかのシルエットを装備して戦うのですね。そして本体の核となるのはコアスプレンダーですね。こちらはインパルスの核となるコクピット兼小型戦闘機なのですが、大気圏無重力化双方で運用できるのが特徴となっております。小型なだけに機動性が高いんだっけ？ただ小型なだけに機動性はいいのですが、もともと合体を前提としたものなので MS 相手では火力不足なのは否めないのですよ。パワー不足すぎるからね。当然コクピットですから、他のパーツと違って一体に一機しか用意されていないのですね。そういえばインパルスのエクスカリバーの一つでフリーダムのシールドと腹部を串刺しにして撃墜して、その後大爆発したよね。それにもかかわらず海中に沈むフリーダムのコックピットってバラバラにならなかったの？なんでかな？あの爆発はいろいろとおかしな点が多いですよね。原子炉は緊急停止されていたので核爆発ではないはずですが、それにしても他のモビルスーツが撃墜された時に比べて明らかに規模が大きすぎます。そばにいたインパルスが PS 装甲がダウンしてボロボロになるほどです。かと思えばそれほどの爆発の中心にいたフリーダムはコクピット周りの原型を留めていたりしますし、時々見かける意見で、あれはミネルバがアークエンジェルに撃った陽電子砲の爆発だというものがありますが、それにしてはタイミングがずれすぎていますので、やはり納得できるものではありません。これはもう謎の大爆発としか言いようがありませんし、キラが無事だったのも脅威の技術、セーフティシャッターのおかげと考えるしかないと思うのですね。そういえば、エールストライクとフォースインパルスとか、見た目があんなに似てるのになんであんなに戦闘力に差があるの？2年の月日が流れているからですね。CE71 の前半には量産機をはるかに上回るスペックのストライクも、CE73 ではウィンダムやムラサメなどの量産機程度のスペックでしかないと思いますよ。表向きに核を動力には使用できなくなったことで、動力ではフリーダムやジャスティスよりもスペックが劣るかもしれませんが、他の技術面ではフリーダムやジャスティスよりも機体の性能は上だと思われますし、旧型のストライクは比較にならないでしょうね。
はい、今回はフォースインパルスガンダムについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。